週刊文春が報道により加害疑惑を表明し、裁判テレビの番組が名誉侵害を疑い、している松本氏女優の下津瑠奈さんの証言を前に持っていた7万を感じている番組は、この問題は以前から徐々に姿を消しているが、田村敦史さん、一部の番組では大 M 意見を持っている、継続されている、視聴者のアンケートによると、影響が最も少ないとされた番組は水曜日のダウンタウン黙殺であり、個人だけでなく松本氏にも影響を与える、そして1位に輝いたのはアナリズムの問題もあり、ナイトスクープ、に過度に依存してしまう。これらの番組は報道される情報源の限りにもかかわらず、変更報道が生まれやすく、批判や反論が黙殺される要素として機能しているようだ。この問題は松本と引きの可能性については報道と今後の展開が注目される同様の構造を持っている。マスコミは被害者の主張を取り上げる一方で、番組構成上松本さんの笑いを入れていなかったように思う。マスコミによって抹殺される前に真実を伝える必要性があるとして、オンラインイベントが企画されている。中間市は論外だが、昼のワイドショーで何もやダウンタウン DX は松本さんあっての番組だから違和感がある。松本さんの番組の回しようには嫌気がさしていたので、松本さんの笑いにもっていたから影響がある。松本さんの人間関係や人間性で保たれていた側面もあるし、メディアに対する不信感が書かれている。そんなものだとメディアだけ強大な権力によって、というより推定有罪の報道を繰り返していると思います。それも慣れてくるもので、受け取る側は冷静に読む企業もメインなことが多々あると思います。松本さんの事件なんかもひどかったですね。妻と相手を失った被害者の河野さんを進んでいきますからね。マスコミはずっと本人だとして報道してたわけだから、松本がいなくても良いというより、松本が戻るまで誰も言ってた気づみ、見ることでダウンタウンは支え知りたいと思ってる。今となってわかるのは、松本人志はどんなともテレビで勤めてくれる目星であったり、シュートを外してもフォローしてくれるメディバンダーだということ、松本がいた時は浜田さん含め他の出演者が伸び伸び何でも放り込めてた。松本が何とかしてくれると言わんばかりに、いなくなってからは受ける言動をしようとしてるのが伝わる。影響がない、これはこの理大学のタレントが応急処置的に穴埋めしている影響がないように見せているだけだと思う。穴埋めできてもよくて現状を見つけ、不在の影響がじわじわ出てくるのはこれからだと思う。新しい笑いを次々と作り出し、上り調子だった頃と比べ、ひな壇パラ駅で他人に喋らせて時々口を挟むだけなんだから、視聴率も下がりようがないとは思う。そもそもひな壇見て面白がってる人は誰が出演しようがしなかろうが惰性で見てるだろうし、そんなもん見ない人は見ない。安上がりの企画自体変えようもないし、これからもだらだら続くんだろうが、自らの主張に否定的な証言は目殺して、自らの主張に沿った証言だけを取り上げるのは、マスメディアにはよくあることですし、特に当事者、当事者以外は困らないと思います。市民恥ずかしいので、よく使われることが多い印象ですね。情報リテラシーのある人は分かっているようで、新聞通信調査会が2022年11月に発表した、メディアに関する世論調査、笑ってはいけない、信頼できない理由のトップは、特定勢力に偏った報道、今後これらより面白い番組が出てくる気がしないことが松ちゃんのいない現実です。これに対してマスメディア側がよく主張する、何があったか知らんけど、財界の主張通りに報道するだけ、傷つけてるなら警察と病院に行くべきで、週刊誌によるかな、これを信用している人はマスメディアからしか情報を得られない人たちなのでしょうね。公言してしまった後は訂正するもしないも覚悟が必要かと思いますが、マスコミ関係者は批判慣れしてしまっているのではないでしょうか。マスコミには直接的な批判よりも売り上げ低下やスポンサー企業批判とかの方が効果的なのかと思います。誹謗中傷は絶対 NG で、 SNS サイトにて個別記事ではなく週刊誌や番組ごとでの評価コーナーってできないものでしょうか。マスコミのランク付け程度の知る権利を満たしてほしいですね。人として幸せな報道より人を不幸な報道をする方が、雑誌が売れたり興味を示すからプリントかスクープするんだろうなと思う。性被害ということで、ジャニーズのことからいろんな声が上がりやすくなって良い面も出たかもしれないけど、事実と反していても雑誌は憶測でも真実のように書くだろうし、読み手も一度悪い人という印象を植え付けられたら鵜呑みにしてしまうものはあるように思う。報道の自由ではあるけど、被害者らは訴えられている松本さん、文春の声は偏りなくメディアも取り上げた方がいいとは思います。松本さんを擁護すれば叩かれるくらいはないでしょう。残念ながら次に続く若手が全く育っていない中の世代交代は意味がない。最近は若手芸人の滑りが日々進化している。これが今のお笑いのスタンダード
ードなのかと勘違いする視聴者も多くない。まっちゃんいなくなって、松も通な会は見なくなりました。いなくなってからも少しの間見ていましたが、やはり不在を感じることが多々あり、探偵ナイトは確かにいなくても成立しますが、それ以外は少なからず影響あると思います。個人的にはテレビは一切見ないので、分身はあくまで自分たちのところに集まった情報を報道しただけだと思いますが、まっちゃんが好きだったので残念です。2000年を境に各チャンネルがテレビ業界全体で4000億円売り上げが減っています。テレビ業界の終わりを見た気がします。なぞらえたりするだけの報道なので、結果文春の内容でイメージが固定化してしまって、世論による死刑の状態になったのかと感じています。松本ひとしさんはやっぱりまだテレビに必要だと思います。タイトルと本文の全部で取材を刊行すれば、影響力の違いはとはいえ、松本さんの起こした問題がここまで大きくなって、自らの意思もあるとものの、テレビから去らないといけないというのになぜ TKO 木下はしれっと出てるのでしょうか。いなくなって困ることなんてないだろう。大学を建てたりいろいろなことをして何もなかったように進むのが世の中。従来のは家族くらいで、家族だっていなくなれば薄れてゆく。松本人志はバイト見ないで自殺した人を責めづらいとか、自殺したら世間のカバーが長いというのはと発言していた。それは栄養家龍太郎さんでも島田紳助さんでもそうだった。松本人志はツイッターで、今日は仕事でテンションを上げるのに少し苦労しました、同世代の仲間やからねと投稿していた。松本人志氏による、に選ばれたのはそれと上島竜兵氏の笑いが今のテレビで流行りにくくなっているが、もうやめろよ、悪いと思わない、イピオンはどう考えるかと発言していた。沖縄在住で、昔から沖縄のマスコミの偏向報道に嫌気がさしていました。なぜ片方の意見ばかり取り上げるのか。一方で統一教会については親が信者で貧しい生活を強いられました。個人的には統一教会を許すことはできませんが、真逆の意見がある場合にはそれも合わせてと扱うのが健全なんでしょうね。あと本当は松本さんは BPO に訴えるようなことはしたくないんじゃないかな。芸人としての立場を超えてしまう行動になるというか、これまでそんなことしてきたタイプじゃないから、それでも声を上げないといけないと思ったのかもしれません。どうかお願いいたします。いじめ方法のお手本のつもりでしょうか。子供らが学校で真似しないかと心配です。多分ですが、現在の形に視聴者は慣れてきていると思います。松本が復帰すれば逆に違和感を感じるのではないでしょうか。今が面白ければいらないと思います。松本人志のピンの仕事は陣内、状態化していればシステムと言えるかもしれない。松本氏の記事には飲み会に参加するやつはみんな下心を持って参加してくるだろう、男も女もといったコメントをする者がいるが、それでは飲み会に参加する人間はみんなその日にすることを期待してくるのか、大抵は会話を楽しみたいとしているのだと思うが、人間は高く正しいとか正しくないとかではなく、気が嫌いかで判断してしまうのだと思う。マスコミの健康報道は今に始まったことではない。これまで健康報道についての指摘は数多く上がってましたが、一向に改善がなされていないこと自体が信頼を失う原因。よって一目を引くスキャンダラスな記事掲載をして視聴率や購買数を増やす以外は生き残れないのが今のマスコミの現状。こんなものに真実を求めること自体が無理なんだよね。こうなってしまった以上、裁判で白黒つけるしかないのだろうが、現実的には本人たちが集まっていた時の1位は探偵ナイトスクープ、ええ加減な記事やな。特に年間通じてこの方の番組は見てなかったので、消えるも何もなくて構わない。どころかその時間帯に他の番組に変われば見るかもしれない。小沢さんの集まりに関しては小沢さんをはじめ誰にも動きがない。小沢さんにも具体的な発信をしてもらいたいとは思うが、裁判に影響するから会にならざる得ないのか、それとも報道内容が事実に近いからなのか、小沢さんの集まりの実態はどうだったのか、こちらに関しては松本氏擁護派からの発信が少ないのも気になる。松本問題を統一教会の問題を絡めてるのは少し違うと思うが、根本的に日本のマスコミは